こんにちは、ジロです。今回はですね、5月のまとめ集ということで、今月5月、4月まとめて今月作ったものを全部一気にご紹介しますという回でございます。今までね、いろいろ作ったんですけど、もうこんだけあるので、まあ、もしね、今回全部紹介するので、その中で何か作りたいなっていうのがあれば、そちらの作り方の動画ありますので、そちらに飛んで見てみてくださいという感じで、50個ぐらいあるのかもしれないですけど、もうサクッとね、紹介していきます。一つ目は立体手裏剣です。これは実は穴が開いていまして、これ飛ばせるやつなんですよね。いきますよ。まあ、中に一応筒みたいのもあるんですけど、それも紙で作れます。なのでボンドと紙、糊とか紙があれば作れるやつです。じゃじゃん。まあ、最近やったこれは離すだけで飛ぶ紙飛行機です。これもね、ものすごく簡単でして、おお、きれいきれい。そう、こんな感じのやつです。お次、じゃじゃん。これは何かと言いますと、切り紙階段。めちゃくちゃ簡単なこう形をしてるんですけど、これ開くと階段が出来上がるという、すごく簡単なんですよ。もう本当にこれをパシ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 切って広げるだけで、もうね、かっこいい、ね、階段ができちゃうっていうね。ちょっと多いな、やばいな。これブーメラン、これはすごい安定して帰ってくる、安定感抜群のブーメランです。これね、すごいですよ、本当に超簡単に帰ってくる座っててもこうやってキャッチできちゃうっていうくらい、かなり安定感抜群のメラです。はい、こちら切り紙なんですけど、これノートをね、切っただけなんですけど、じゃ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 んっていうやつ。次、ブーメラン、またブーメランっていう感じなんですけど、これはよく見るとちょっと折り目があったりとか、ここに切り目があったりとか、あ、まあ折れてるのかな、こんな感じです。で、これはね、長距離飛ぶのかなっていう感じのブーメランですね。おお、あ、ちょっと、はい、次行きましょう。次はじゃじゃん、錯覚風船です。付箋にこうね、奥行きのある絵を描くだけで、なんかね、こう奥行きがある付箋です。壁とかノートとかにこうやってね、貼って移動できるっていう特徴。次はですね、こちら、もう畳んでちょき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 切っただけなんですけど、これを広げると、なんとなんとなんと、ペーパーネットになるんです。じゃじゃん。これは何かというとね、ストローで作ったバランス取りなんです。こうやってコップの縁とか指の先とかに置けるやつ。これはね、本当にストローだけをこう折り紙のように折っただけで作れるんで、なんかね、いいですよ。ペンの先っちょとかに置いてあげて、こうやってね、息を吹きかけると、で、回ったりする。次はこれ、お皿みたいなやつなんですけど、実はめちゃくちゃ回るコマなんですよ。お次は懐かしの紙風船です。昔ね、皆さん作ったと思うんですけど、これね一瞬で膨らむから面白いんですよ。はい、紙風船でございました。ダンボール電車輪ゴム鉄砲です。これね、一応設計図みたいなのあるんですけど、それに沿ってダンボールを切って組み合わせるだけでできます。なんですけど、ちょっとだけ時間かかりますね、切るのに。この後ろに、まあ、3連チャンぐらいかな、3連チャン引っ掛けます。そうすると、ここの引き金引くと連射できるっていう、すごく安定感のある電車輪ゴム鉄砲です。スマホカバーなのかな、ケースカバーを自作する的なやつを作りましたね。カバーとしてこうパシッて貼れる、このケースの中に入れるんですけど、貼れるやつです。これ自分で好きな絵を描いて、こうやってペタッてね、後ろに貼れるっていうやつです。次、じゃじゃん、紙飛行機です。なんですけど、実は足が生えてるというちょっと特殊な紙飛行機です。僕はね、変わった紙飛行機が好きなんでね、こういうね、変なのばっか使ってますね。こう足が生えたね、紙飛行機です。
こうやってね置いておくだけでもちょっとね可愛い、可愛くはないか、ちょっとオブジェになる。これまだ紹介してなかったかもしれないですけど、これは人手みたいなんですけど、これを離すとジャンプするっていう面白い切り紙なのかな、折り紙なのかな、ボタンみたいバスケットボールみたいな、ドリブルっていうやつです。で実はこれをひっくり返してちょっと触れるだけでウォーって跳ねるっていうちょっとしたトラップにも使えますね。次はバラティッシュです。これね一応種類複数あるんですけど、まあ、今回はこのちょっとね先っちょがロールになってるバージョンとこういうのがあります。他の種類もあるんですけどね。次は付箋キューブです。じゃじゃん。これは付箋をパーツごとになんか同じパーツをいっぱい作って組み合わせるだけでできるんですけど、すごく頑丈なんですよ。実はちっちゃいのも作ったんですけど、これは本当おすすめしないです。本当に作るの大変なんで、ちっちゃいのはやめてください。マジでもう作んなきゃよかったっていうくらい変に時間が食いましたね。そんな感じのやつですね。次行きましょう。スワンです。じゃじゃん。これはねプリズンブレイクっていう海外の脱獄ドラマとかでよく主人公が折り紙を折るんですよ。でそこで確か出てきたやつだった気がするんですけど、まあ、そういうドラマとか映画に出てくるのってちょっと真似したくなるじゃないですか。でそれで僕はちょっとね真似しちゃったんですけど、こういうちっちゃいのがねいいんですよね。はい、次は骨の手シャーペンですまあこの手のサイズの骨の手みたいなやつを僕はこうシャーペンにくっつけただけなんですけど、まあ、これでねかゆいところかけますよっつってめちゃくちゃくすぐったいっていうね。こうやってなんか誰かの手とかに急にこうやってたらうおって驚くかもしれないです。もう紙なんでね肌触りが超くすぐったいんですよ本当にこういうやつです。こうなんか日常使いするのもなかなか不便ですけどね。届かないものとかあったらこうやって手を伸ばして取れます。隣の席に渡せないときにこうやって渡せます。次はこちらのパックンです。コパックン、かわいいコパックン。正面だとちょっと怖いですけど、横からだとね丸くてねいいですね。僕は結構気に入ってるコパックン。でかいのももちろんありますけどね、まあ、でかいのはなっていう感じなんですよね。僕はねでかいのもいいんですけどね。これはね、両手で持ってね、パクパクやるんです。コパックンでした。付箋トングです。で、これ実はですね、後ろにバネがありまして、ボールペンのバネなんですけど、これをつけることでね、片手でもこうね、挟めるという。で、拾って、ポイって捨てるというやつです。で、これ両手バージョンもあります。でっかいものを挟みたいときはこれのでっかいバージョンを使ってカフッつってポイって捨てます折り紙で作るとこんな感じですね。じゃじゃん。シンプル輪ゴム鉄砲、結構人気なんですよね僕の動画では。でこれね単発でしか撃てないんですけど見た目かっこいいですよね。でこれを引き金をこう上に押すと、あとことにしちゃったこうやって飛ばせるっていうやつです。次はですね、鶴と見せかけて五頭鶴ですこれ普通の鶴じゃなくて頭がね5つあるっていうね、ちょっと気持ち悪いですけど鶴超強そうでしょう。これですね、くるくるボール、くるくるボール。まあなんかすごい手持ち無沙汰で暇な時にこうやって作ってこうコロ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 って回せるやつです。キューブスピナー、これは真ん中にねちょっとキューブみたいのがありまして、その周りにね羽があるんですけど、これをっていうね息をかけるとすごい回るキューブスピナーです。次はこちらの付箋ミニ紙飛行機なんですけど、ここに切り目があって輪ゴムに引っ掛けてミニ紙飛行機です。どっか行っちゃった。お次はじゃじゃん、ちょっと浮くキューブに見える付箋なんですけど、キューブに見えないというね。後ろはねこんなになってます。お次はこちら、じゃじゃん、パタパタする、懐かしいですねミニコマです。くるっつってね付箋1枚なんですけど、このサイズがいいんですよね。
今回のやつはデコピンで飛ばすトランプ投げで、こうやって持つんですよね。持って、まあ、詳しくはそちらの動画見てください。ちょっとね、斜め上にやるとブーメランっぽく返ってくるっていうやつです。おお、まあ、なんか真上かな、どうなんだろう。次はオブジェ風紙飛行機という感じで紹介したんですけど、これはね飛ばないんですけど、見た目がすごくねジェットかな、かっこいいんですよ。ほら、しかも黄色だとなおさらね、こうやって置いておく用の紙飛行機です。付箋手裏剣2みたいな感じで紹介した付箋手裏剣です。戻ってくる時もあるんですけど、あ、こんな感じです。お次はクリップ弓矢です。輪ゴムとクリップでヒュッパンってできるやつです。今回はこれも作ったんですよ。付箋ドミノ、こうやって倒せる。でも僕はこれをもうマットとして使っちゃってますね。ふい、セットしてキューっていうやつです。はいそして次は付箋スピナーの絵を描いたバージョンです。ここに置いて振ってやると、普通にコマみたくね、殻が丸くなるっていう。クリップ関連でいきますと、こちらがクリップコマですね。クリップコマこんな感じになってるんですけど、これをこんな感じで、クリップコマすごい回るんですよね。お次はクリップユミヤです。 YouTube をね再開した時に初め動画で紹介しました。はい、お次は消しゴムミニ鉄砲です。この引き金を引くと消しゴムが飛ぶという。そしてお次はこちら、文房具で電車輪ゴム銃を作った時のやつですね。後ろの方がギザギザになってるので、そこにね、輪ゴムをいくつか引っ掛けて連射できます。もう一丁、こんな感じのやつです。アイスの棒ミニ手裏剣ですね。アイスの棒をねこうやってつけただけなんですけど、これを飛ばします。お次はこちらですね。ドーン、消しゴムびっくり箱でしたこうやって収納できて、はい、消しゴム関連でいきますと、じゃじゃん、これはですね、実は、あ、待ってね、コインを入れるとちょっと喜ぶっていうやつです。取るときはこんな感じ。ちなみに1500円ぐらいしかたまりません。で、お次はデコピンスピナーです。これさっき紹介したかもしれないな。こうやってデコピンすると回転する。これはねもちろんこう両手でもできますし、でもこのサイズなんでデコピンが威力もありますし打ちやすいっていうのもあります。次はミニ輪ゴム鉄砲です。これはこのちっちゃいね輪ゴムが専用で必要なんですけど、後ろに引っ掛けてこうやってで人差し指でこうやって握ります。であとはちっちゃいからいいですね。ミニペーパーロケットです。ちょっとミミズみたいにプニュプニュしてるんですけど、取れちゃった、まずいまずい、ダメだ、取れちゃう。こんな感じでピューって押して離す。ちょっと威力弱いですけどこうやってね飛ぶ、飛び跳ねるやつです。なんか虫で虫みたいな。お次はこれは折り紙のハンドスピナーです。これねこうやってねくるくるくるってね、縦に振っても横に振ってもいいんですけど、それだけで回るという。しかもすごく簡単なんですよこれ、はい、今水を入れてきました。でこのね赤い部分に、あ、ここちょっと出てると思うんですけど、ここに水が入って、はい、ボールペン水鉄砲です。これね水今入ってないんですけど、入ってた、水入れていきます。
あ、ここちょっと出てると思うんですけど、ここに水が入っています。この後ろの棒を押すと水鉄砲になります。スイッチオン。はい、こんな感じです。水を取るときはこうやってシュッてやると水を吸えます。はい、こちら、これ実はストローなんですっていうやつです。後でまだ動画出してないかもしれないですけど、なんかこんなのもありました。付箋ヘビですねこれちょっとね、めんどくさいですね。難易度高めの付箋ヘビです。じゃじゃん、あのシンプル輪ゴム鉄砲の連射版なんですけど、連射できるかな、これ。こんな感じで上に押すと、やっぱりまとめてになっちゃいますね、これっていうやつです。はい、あとこれもありましたね。柄違いの付箋スピナー。この柄が市松模様、これ炭治郎のさ、色とマークにしたりとかしたら面白いんだろうけど、こんな感じのやつもありました。じゃじゃん、クリップだけでやるクリップシューターなんですけど、このクリップシューターはクリップをね、こうやって曲げるだけで完成するというめちゃくちゃ簡単なやつにしたんです。セットしてあげて、ヒューポン、おー、めっちゃ飛ぶっていうやつですキューっていうやつ。あとは鉛筆風車なんですけど、これ前に作ったやつがなくなっちゃってるんですよね。そしてこちらです。ノート発射台的な名前にしたとします。こんな感じのやつです。開くとみたいなあとは今崩れちゃったんですけど、こういうやつで折り紙ミニボールだっけな、作りましたね。あとは輪ゴムのカッコつけたやつですねものすごいことになってました。はい、今月、先月もかな、合わせて作ったものがこちら。はい まあまたね、定期的にこう昔作ったものとかもね、ご紹介していくと思うんですけど、この中で何か一つでも作りたいのがあれば、そちらの動画見てね、ぜひ作ってみてください。ということで、今回もご視聴本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価ボタン、久々に言いましたが、よろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。